にちは、ミスコンスポ2018グランプリ瞳だけに瞳知り島村ひとみです。皆さんこんにちは、サンスポ55クイーン準グランプリゆきこゆきんとフレフレコンコン、はい、コンコンことカイジヒトです。はい、私たち、はい、今丸神にいるんですけども、おかせんさん、すごいすごいですね、はい、オープン前なのにこんなに行列ができています。香川といえばうどんの名店なんですよ、はい、おかせんさんは、うん、これは食べなきゃだね、はい、ぜひ私たちもいただきますか。はい、食べてきます。お餅が入ってる、はい、すごい。ちょっとまず写真撮らせていただいていいですか、せっかく来たので。いただきます。うん、うん、ね、だしは全部ぶっかけて、うん、うん、いただきます。うん、おばれるか。うん、うん、あ、めっちゃ伸びる。あ、すいません、はい、あのこちらコンピラうどんっていう、はい、変わった名前なんですけど、ね、なんでですかね。ね、この今ね召し上がられたあの揚げ餅をですね、これをあの食べていただいて、もしあの腹持ちを良くして、もしあのコンピラさんのあの階段をね、あの元気よくあの登ってもらおうと、そういった思いであの名前をコンピラうどんにしました。あ、この、はい、腰、うん、はい、すごいもちもちで美味しいんですけど、はい、これは何でですか。ね、これはですね、あの三陸うどんの命でもあります、あの滑らかな喉越しの弾力ですね、これを出すために、もう早朝からあの足踏みをして、うどんをね鍛えて、そしてまた寝かすという熟成という工程を丹念に繰り返して、そしてこのね手打ちでね、あの仕上げて、今こういったあの喉越しの良いあのコシのあるうどんが、まあ、できるんですね。すごい努力があるんですね、裏には。あの熱い思いが、はい、その一杯にねあの入ってます。とても美味しい。美味しいです、うん、残ってる木造天守のうちの一応一つ、うん、あの四国ですと、あの丸亀城、高知城、松山城、宇和島城、4つ残ってるんですけど、うん、
わあ、丸亀城のてっぺんだよ。すごい。こうやって撮ってたの。すごい。へえ。丸亀城からもボートレース見れるね。確かに。ちっちゃいけど勝敗ぐらい分かっちゃうね。なかなか良い。なかなか良い。良い感じ。はい。丸亀といえば骨付き鳥。ということで行きましょう。あそこにあるので行ってきます。骨付き丸亀鳥です。はい、これが名物の骨付き鳥です。すごい骨ちゃんとついてます、うん、なんかもうかぶりつく感じですね、これ。ね、で、コンコンのがはい、若鳥の、骨付き鳥です。はい、で、私が親鳥になります。何が違うんだろうね。がっつり。じゃあ、若鳥の骨付き鳥、はい、いただきます。お、いい音。うん、なんかワンピースのルフィになった気分ですこれから戦に行けそうだね、うん、見てこのジューシー、わかるいただきます。うん、大人の味。ちょっとビール頼んでもいい？いい？いいですかね。すいません、ビールくださいいや、美味しかったね、うん、全部食べたね、ポンポン、しっかりと骨も、うん、ちゃんと綺麗に食べて、うん、ちょっと舐めてそうね、いや、丸亀、うん、今日、うん、ね、一日いろんなところを観光してどうだった、うん、いやめちゃめちゃ疲れたし、うん、でもすごい、なんか達成感があって、うん、すごい嬉しかったです。ボートレース丸亀で G3 ウエスタンヤングが開幕します。私たち6月28日、はい、なんと予想会イベントをやります。イエーイここ対決しますので、はい、ぜひ皆さん見に来てくれると嬉しいです。一緒に、ボートレース丸亀盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。